では、レッズ戦で、土軍移籍後初のサヨナラ打を放ったドジャース3-2、レッズ、日時間20日ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は19日、日時間20日、4どころち、レッズ戦で2-2で迎えた延長10回に、移籍後初となるサヨナラ打を放った。大谷の劇的な一打に地元メディアは、ショーストッパーで試合を終える一打など、SNS 上に次々と賛辞を並べた。地元メディア、ドジャースネーションは、ショー大谷のサヨナラ打を受けて、実況のスティーブン・ネルソン、なんという、コールと報じ、ショーストッパーで試合を終える一打、と、名実況セリフを紹介した。トーキンベースボールは、ショー大谷が、ドジャースの一員として、初めてのサヨナラ。フォックスのアナリストを務めるベン・バーランダー氏も自身の X、旧、ツイッターで、ショー大谷が、ドジャースのためにサヨナラ。と興奮気味に伝えた。ドジャース放送局、ネットロサンゼルスは祝福の水を浴びて、びしょ濡れの大谷の写真とともに、これで終わり。ショー大谷が、ドジャースの一員として、初めてのサヨナラだと綴った。その他にも、NBC ロサンゼルス、トーキンベースボール、オレンジカウンティレジスターなど数々のメディアが、大谷のサヨナラだをこぞって伝えていた。殊勲打の大谷は、試合後、単打でいいのでなんとかヒットで終わらせたいなと、いい形で終われてよかったと話した。フルカウント編集部。